咲です。渡辺です。はい、始まりました、美咲の部屋です。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、今日は、ハーフアップをした時に、地肌が見えてしまう方に向けて、これを隠すコツをやっていきたいと思います。おう、はい、おい、結構この辺地肌出てきてしまう方、ぜひ参考にしてみてください。それでは動画スタート。ベイビーヘアオイルを使います。4滴くらい垂らします。手のひらに伸ばして、毛先から順に顔周りまでしっかりとつけていきます。ここの隙間が埋まるくらいの顔周りの髪の毛を下ろします。こめかみの部分から後ろに向かって表面の髪の毛を取り分けていきます。手ぐしでまとめていきます。ある程度まとまったら、耳よりも少し低い位置まで髪の毛を下ろしていきます。そうすると少し横のラインが隠れてくれます。ゴムで結んでお団子を作ります。お団子の部分を持ちながら、真ん中、その横、反対側と3箇所表面を崩していきます。顔周りを少したるませるようなイメージで下に引いていきます。そうすると顔周りの薄くなっている部分が隠れてくれます。お団子の毛先の部分を少しだけ取って反対側に持っていきます。ヘアクリップを使います。下から上に止めていきます。バレッタを使います。落ちてきやすいので上から下に向かって止めていきます。お団子の毛先を下の髪の毛になじませて、巻きつけた髪の毛をゴムを隠すように広げていきます。32ミリのコテを使います。顔周りの髪の毛を少し前に出します。コテを中間から外に1回転させて下に滑らせていきます。今回はバランスのよく見えるハーフアップアレンジをやってみました。いつも結んだ時に地肌が見えてしまう方だったり、頭の形が大きく見えてしまう方、この方法だとバランスがよく見えますので、ぜひ参考にしてみてください。